こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はスーパーマリオワンダーやっていきたいと思います。で、今日はね、マリオでやっていきたいと思います。じゃあ前回の続きから、ここだね。さあ、ワンダーシートで解放して、ボスだよね、多分ね。黙々鉱山のパレス。難しさ4だって、手こずりそうだね。さあ、行きたいと思います。ドキドキするよな、ガチで。またクッパジュニアと戦うのかな？前回、めっちゃ時間かかったね。でも前回よりは、多少上手くなってるんで、うわー怖いね、ガチで姿が。ゆっくり行った方がいいんだよね、これね。うわ、走ってるわ。ゆっくり行った方がいい。どうしよう、まずクリアする？先に。先にクリアを目指すのもあり。これ、どうなんだろう。なんか、めちゃくちゃ怪しいけどね。これ以上行かないのか。あそこにあるね。よいしょ。痛えー、なんてことすんだ。あれ、これどうやって行くんだろう。あ、普通に行けるのか。さあ、オッケー、まずは1枚目ゲット。あ、ここが沈んで、あ、そこが伸びる。で、なんかいいことあんのか、そこが伸びて。あ、ここに入るとかじゃない？ね、そんな感じするよね。ここを沈ませて、いや、違うかな。なんか怪しいけどな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ怪しいけど。さあ、これ、この子は別に何もしてこないんだね。はみ出てるだけだ。まあ、これも多分沈むだけで。うわー、走ってきた！怖いね。さあ、冷静に行くよ、冷静に今回はね。これも何もない。なんか縮むのが怪しいよな、めちゃくちゃ。さあ、マリオ大きくなって。ここ縮んで、ここ入るんじゃない？あれ？違う？絶対入れると思うんだけど。わざわざ出てくるってことは。これ、こう縮ませて、あ、入れないわ、別にね。何もない。さあ、泡マリオがここでゲットできたってことはなんか意味がありそうだけどな。泡マリオガチ強いよな。なんもないか。これちょっと倒しときたいな。倒せない。これ、うわぁ、マジか！これじゃ倒せないんだ。よいしょ。火が出て、あ、ワンダーシードですね。ワンダーシード。え、これでもどうやって取るの？ワンダーシード。あ、これが縮むのか。あ、こっちが縮むのかな、じゃあ。あ、違うか。これを縮ませて、ん？あれ、なんだ？どうやっていくんだ？これを倒さないといけないのかな、多分。縮ませて、お？はい？いや、これ全然わかんない。え、どうやって取んの？この子を多分倒さないと取れないんじゃない？なんかそんな感じがするよね。ダメだ、わかんないわ、やり方が。飛ばすかは、ちょ、しょうがないね。アワマリオであの子を倒さないといけなかったのかもしんない。さあ、火が降りてくる。まあ、これはゆっくりだから大丈夫だね、別にね。縮んで、いや、わかんないな。なんか縮むギミックがなんかあるんだろうけど、いまいち理解できてないな。よいしょ。これもなんもないか。上もなんもない。上もなんもない。ここも縮んで、どっかが伸びてんのかな。よいしょ、よいしょ。なんもない。ほい。ゆっくりやっていけばいいや。ゆっくりね。で、これが縮んで、はいはい、こっちに行けるようになるよーっていう話だよね。で、火が降りてくると。まあ、こうゆっくり対処。これ、先々行くと多分ダメだよみたいなことなんだよね、多分ね。なんもないなー。あそこにあるね。これが多分3枚目だと思うんだよな。これはどうやって取るんでしょうか。あ、ここが縮んでいけるんだ。あ、2枚目だ。じゃ、ワンダーシードの取り方だけわかんなかっただけってことか。今、一応紫コインは順調に、取れてるし、紫コイン今回簡単？これってどうやって取るんだろう。ちっちゃくならないとダメとか。おー、いけた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 。オッケーオッケー、これで3枚は取った。ワンダーシード、悔しいな。え、あれさ、無敵時間利用していけないかな、もう。あ、わかった。ちっちゃくならないと取れないよってことだ。わかった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 。そういうことだ。あー、でもこれもう戻れないのか。わかった。あそこでダメージを受けてちっちゃくならないと取れないよっていうことだ。まあいいや、もう一回来よう。しょうがないね、こればっかりはね。そういうことだ。うわー、これ怖いね。よいしょ、ゆっくりと。さ
さあ、あとはもう前に進むだけなんで、まあ、ゆっくり行った方がいいね、ここはね。ここはね、結構、やばいやつが多いんで、危ない。冷静に。ドリアー！オッケー！で、これ、ビョイーンと飛んで、ビョイーンと飛んで、なんもないか。危ない！オッケー！冷静よ、今回は。で、ボス戦か。オッケー、行きましょう。ヤッホー！さあ、ここ取ろう。もうこれどうせ選んでも無理なんで。そこ！オッケー！バリオッケー！さあ、アーマリオゲットしました。今回は一発で戦いたい。勝ちたいね。一発で勝ちたい。クッパチュニアでしょ、どうせ。あ、お前たち！もしかして僕に会うためにわざわざ山を登ってめちゃかんな。登ってきたのか。うん、そんなに遊びたいなら相手してやる。すごいバンダーを起こして、やっつけるから、覚悟しろよ。うわ、お尻振ってきた。なんだこの野郎、やるってのか。さあ、今回は何でしょうか。泡はでも多分効かないよね。多分踏むしかないんだよね。多分踏むしかなくて。なんかうにゃうにゃしてるな。うわ、炎入ってきた。火炎放射か。痛い。そうだね、踏むんだよね。さあ、どうなる。あ、これね、このモードは一緒だよね。氷？危ないね、氷だ。ちょっと滑るわ、気をつけないと。なるべく高い位置にいたら多分氷当たんないよみたいなことだよね、多分ね。なので高いところに行こう。ああ、それで踏めばいいのか。たまたま滑って踏んじゃった。で、次は何？なんだ？うわ、コンペイトーみたいなことか。コンペイトー、懐かしいな。うわー、どんどん沈んでいくわ。これ危ないね。で、これ踏め、おー、どこ行った。はっ、あーで、その間に倒すってことだ。よいしょー、オッケー。で、まだか。で、氷になった。まあ、高いところに行った方がいいんだよね、多分ね。危ない。えい。あー、効かなかった。まだか。この状態か。あー、やべ。やばいやばいやばい、ちっちゃくなっちゃった。負けたくない。冷静に行こう、冷静に。何？うわ、クリちゃんだ。また切り替わった。ガチやばいよ。これ間に合う。おー、間に合った。オッケー、ベリーナイス。今回は一発で倒せたね。あ、逃げた。やったねー。このちっちゃいマリオかわいいよね。さあ来た。なんだったっけ、グレートワンダーシードみたいなやつだ。やったー。あ、グランドシードでした。ベリーナイスー。さあ、ここね、ここ。いや、でも違うな。ちっちゃくなって取れると思ったけど、なんか違うな。そうじゃなさそうだぞ。おお、この子倒して、それで、ここが縮まないもんね。あ、わかった。そういうことか。これで上に出すんだ。あー、なるほどね。そういうことだ。上に持ち上げるんだ、土管でね。うわー、すごい。なんだこれ。うわー、長くなってる。うわー、おもろいね。ほら、ロングになってる。影になってるし、ロングになってる。すごい。あ、しゃがむとめっちゃちっちゃくなる。ビヨーン、ビヨーン、すごすぎー。ほら、こうなるとちっちゃいからね。だから怖いところはこれでいくんだ。ビヨーン。危ない。どうなってんだこれ。危ないって。オッケーオッケー、冷静冷静。これ難しいな、普通に。集中。ダメだ、間に合わなかった。ゾウさん取れる？あ、ゾウさん取れないわ。あと1回で死ぬんじゃないこれ。やだー。さあ、これしっかり避けよう、避けようね。しっかり避けて、これ何、どうなる。コインが出てきたね。これジャンプで越えられる。オッケーオッケーオッケー。冷静よ。これはしゃがむんだね。オッケー。ヒュイッと避けて、これもしゃがんだらいけんのかな。おお、いけるわ。
やっほー。やばい、伸びた。どうやって受ける。おーっと、怖いね。冷静よ、冷静。あと多分1回で死んじゃうんじゃないかな。うわー、伸びた、すごい。ミヨーンって、えいえい、おー、気持ちいい。さあ、ゆっくりね、ゆっくり。これしゃがんでいける。おい、この子怖いね、ガチ。この子ガチ怖いよな。急げ、走って。おお、これで取れるんだ。やっほーい。いやー、非常に楽しいねこれね。さあ、これでお城が綺麗になるんだよね。ここのもくもく鉱山のところね。お、ラルラレッホー。もくもく鉱山のグランドシードを手に入れて、マリオたちもほっと一息。しかし、この先の道のりはさらに険しくなる。一体どんな旅になるのであろうか。バッジを使いこなせるかどうかが鍵を握る。おお、楽しみだね。あ、花が咲いたわ。行ってくるね。いや、次がだからあれだよね、黙々鉱山の次、ワールド3だよね。お、ヤッホーって言ってるわ。山彦だね。あ、僕の声大きすぎて聞こえなかったけど、多分山彦のヤッホーが帰ってきてたんだろうね、多分ね。さあ、オッケー、綺麗になりましたよ。あ、で、もっと上に行くのか。さあ、プロペラフラワーでフラワー諸島に戻りましょう。あ、戻るんだね。冷たい山風が降るかもしれないので、しっかり捕まっていってくださいね。オッケー。あ、この子がなってたんだ。王子がお花になってたんだ。これね。で、フラワー諸島に戻ると。さあ、帰ってきましたよ。どうなるの？さあ、グランドシード。クッパを守ってる。クモパックンを吸い取ってください。あ、そうだ、そうだ。それがあったね。さあ、これで、クモパックンを徐々に減らしていくっていうことだからね。まだ4つもあるよ。ね、これ消えてあと3つだ。だから3ワールド、まだまだだね。半分もいってないってことだよね。え、てか違う、4つあるわ。まだ4つあるわ。6個中の2個を削っただけなんだ。このゲームすごいね。めちゃくちゃ長いじゃん。やったー。ありがとうございます。この調子で頑張りましょう。次の目的地は、そうだ。黄金滝。うわ。あの滝の上にグランドシードがあったはずです。金ってこと？まずは東にある黄金滝の入り口を目指しましょう。オッケー、どっちから行くの？あ、こっちから行くんだ。前行けなかったんだね、ここね。やったー、行こう行こう。お、ドルフィンキックレベル2あるね。まあ先これやろうか。花ちゃんレースもあるけど。ドルフィンキック行きましょう。さあ、行くよ。このキノコを取ったらスタートってことだね。キノコっていうかね。さあ、ガンガン壊していこう。これ壊した方が早いのかな。どういうあれなんだろう。見極めるんだ。何を。これ前に人いるの、ちなみに。あ、人を追うとかじゃない、もしかして。これそういうやつじゃないわ。あ、これ危ないね。冷静に行こう、冷静に。いやー、食らっちゃ、あははははは。でも1枚取ったことになってるから、まあいいでしょう。1枚取ったことになってるんで、取っていった方がいいからね、絶対ね。もう一回やり直すのは嫌なんで。さあ、これもゆっくり冷静に見極めて。あ、ここで待機すればいいんだね。そういうことだ。そういうことだ。オッケー。さあ、はい、深呼吸ありがとう。深呼吸大事だね。危ないね。これ見極めて、ここの仕組みにうまくはめ込んで、オッケー。そして一個を取って、まあもう一回ぐるっと回ればいいね、これはね。危ない。ぐるっとぐるりんちょして。オッケー。バリオッケー。で、今度は何？斜めになってるね。危ない。挟まれちゃうよ。危ない。オッケー。冷静。ナイススイミング。ありがとう。なんかこの赤いお花さんが、のぶとい声だな。え、上から行けるじゃん。何？どうやって行くの？上から。戻れる？これ戻れないわ。一番上でゴールできないじゃんな。いやー、なんか生き方があったんだね。
オーケー、じゃあ次花ちゃんレース行きましょう。うわ、走って泳いでだからこれ絶対バッジ付け替えた方がいいよね。これはさすがにバッジを付け替えるタイミングなんじゃない？ドルフィンキックで行けばいいんじゃないかな。オッケー、行こう。さあ行けー。ああそういうことか。オッケーオッケー、この流れに乗ってー。いや、花ちゃん泳げるの？虫でしょあいつ虫じゃないの？いいぞ、ありがとう、いいぞ、ありがとう、応援ありがとう。危ない、クリボー寝てる。いいミスだ、ありがとう。優勝できるかな僕。ありがとう、みんな応援ありがとう。危ない、ガチやばい、ガチやばいです。危ないよ、しっかりと冷静に。ここ大回りか。何、ありがとうね、みんな応援。やったー、圧倒的優勝だー、世界記録かー。な、花ちゃんがワンダーシードくれた。ありがとうね、花ちゃん。おー、ありがとう。オッケー、次はこれだ。嵐の予感。土砂降り雲で、雨のぼり。やっていきます。うわー、土砂降り雲だ。あ、カメさん大丈夫？そこ入って。おー、泳いでる。あは、落ちちゃった、やん。あ、これ、あれだ、滝登りみたいなことができるってことなんだ。楽しいね、これね。で、この子の上に乗れるし、気まぐれでってことだ。はーい、こんにちは。おりゃー、くらえー、ごめんね。これ滑り台できるでしょ。グイーン、やっほー、気持ちいい。あれ取りたいね。どうなった？ここ土砂降り雲来るよね。オッケーオッケーオッケー。それで上がっていって、え、そうなの？涙の味なの海。あ、しょっぱいからってこと？おしゃれな表現だな。さあこれ登ってここ取って OK よ。これ上あんのかな、なんかのんびり行こう。そうだね、のんびりやろう。あ、ここにあったわ、あった。で、上はなんもない、特になんもないね。コインがあっただけだ。のんびり行こう、のんびりやりましょう。うわ、これあれじゃない？うわ、これあれだ、ピョーンって飛ぶんだよね。これちょっと僕苦手かもしれない。え、こっから普通に行けたりする？のんびり行こう。あ、これで行けるじゃん。オッケー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 、ベリーオッケー。あ、そこにもある、いいよ。どうやって行くの？あっちから行くんだね。こっちからこう行くんだ。あれ、君にはどうやって会うの？おーい、君、あ、あ、下から行くのかな。下から行くんだね、多分ね。下から、え、もしかしてこれあのキックがないといけないってこと？うわ、そういうのもあんの？バッチ必須みたいなとこあんの？あ、違うね。そうじゃないわ、多分。別のとこから行くところがあるんだ、多分。こっちから戻れないようになってるよっていうことだ。だから、多分、こっちに行き方が、なさそうだな。もっと向こうに行き方が多分あったんじゃない？こっちとかに、行き方がないわ。バッチ必須の場所なんてあんの？よーし、行こうか。ここ叩いて、あ、これ怪しいね。せい、どう？あー、コインが出るだけか。これ取りたいね。これ取って、でここで一旦休憩して、まあ、ゆっくりゆっくり行こう。ゆっくりね、ゆっくり確実にでいいですよ。さあ OK、 ナイススイミング、ありがとう。あ、コインが降り注いできたね。うわ、あそこバッチ必須はあれだね、結構初見殺しだけど、海のステージだからドルフィンキックにしといた方がいいのかな、これね。これ途中で変えられないよね、バッチね。そうだね、一回出ないと変えられないんだよね。一回負けるかしないと変えられないんで、まあそこが二つ目、あと一個あるはずなんで、それがどこかだね。
さあこれ逆流があってデリケートなコントロールだな。これここに乗った方がいいな。まず上ちょっと見てみよう。おお、ここすごい水浴びたい放題だ。水浴びたい放題。ここは特に何もなさそうだね。でこれ行って危ない。このカメさん、オッケー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 。でカメさんをパチンとしてキャッチして、えい投げて、さあここなんかありますか。どうでしょうか。お花が、お花が移動してどこ行くの。そっちに行ったね。お花をそこに行って、そこに行って、うわー、ただのワンナップ。これ絶対怪しい。でもどっかに多分入るところがあるんだろうね。あ、待って、ここ怪しいね。ほらお花があるから、待ってね、これこう行ってここでお花貯めれる、お花に水貯めれるんでこれで上げてみよう。さあどう。あ、特になんもなさそうだね。いや下怪しいな。下行ってみようか。一応なんもないのかな今回も。奥、奥行ってみよう。奥はなんもなさそうだね。よいしょ、ボヨーン、ボヨーン、オッケー。ここもよく見たいけど何もなさそうだね。何もなさそうです。お、ワンダーシードだ。てかさっきのあれだね、ワンダーシード、あの最後のクッパジュニアのステージ取れてないね。もうちょっと後で行くわ。うわ何、嵐だ。あ、僕始まってるわ。上にどんどん飛んでる。いやー、え、キャミナリだ。やばい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 、逃げろ。危ない、ちょっとこれ危ないって。コントロールがめっちゃむずい。キャミナリを避けるっていうステージだ。いやーでもこれ結構むずいぞ。上に行きすぎた。あ、 B ボタンでキャンセル。あ、無敵スター来た。無敵スターがあれば嬉しいね。オッケーオッケーオッケー。無敵スターもう来ない？来て。オッケーオッケーオッケー。無敵スター。オッケーオッケーオッケー。雷も無敵スターなら安心安全と。さあ、スター。あったった、スター。スター！オッケー！大丈夫か？お花さんもぷかぷか浮いちゃってるけど。大丈夫でしょうか？癖になりそうって言ってる。ド M だ。スターさんまさかのド M。オッケーだね。いてー、丸焦げだー。オッケー、取りましょう。 B でキャンセルだね。オッケー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 。おかえり。ただいまー。大変だったよー。ゾウさん取っとこう。一応ね、これで一発で死んじゃうんで取っときましょう。でももうこれ終わりかけ。あっべー、トラップえぐちょっと待って、トラップえぐいな。このトラップは、このトラップはさすがにえぐいな。なんかあったのかな。いやでもなんもなさそうだね。拾って、あ、もうここでゴールだもんね。いやそうだよね、だから何もないわ。ゴール長っ、すごいロングゴールだ。さあここだね。おー、やっぱドルフィンキック必須だ。さあ取れました。これが2枚目だね。であと1枚取れてないんだよね。それも頑張って取らないといけないですね。ここは見当がついたんだけど、もう1個は正直見当がついてないんだよね。どこにあるんでしょうか。あ、ここだ、見つけました。これだ。このお花を取ってたらコインがあって、でそこで分かったわ、ここです。さあ来ました。あ、ハートになってて、うわ、キスした。いやー、プクプクが、こんなラブリーなステージが、ほら見てて、
チューってハート型のコインで、いやーん。このお花ちゃん何見てるの？アイラブコイン。アンデュー。アイラブコイン。確かにコインはいいよな。大事だよな。いいねアイラブコイン。ずっとラブラブでいてね。よーし、じゃあここ行こう。8個のところ、門が開くんだよね、多分ね。さあ、ワンダーシード使って、オッケー！これで次の、おー、黄金だ、マジで！黄金滝に行きましょう！めちゃめちゃ黄金だ。ポップリン、師匠だって。いや、お客さんのようですね。お出迎えするとしましょう。師匠だ！ドロン！来てくれた？こっちに。うわ、師匠、上の方から。うわ、長いわ。すごいね。金の滝、綺麗だね。黄金滝。ここが黄金滝。確か、滝の上にグランドシードがあったはず。行き先に迷ったらエルで地図を見てくださいね。師匠、来てくれた？いないじゃん、師匠。あ、師匠の家あったわ。さあ、師匠来た！かっこいいわ。これはこれは王子様。ここは黄金滝、試練の滝です。さあ、数々の試練に挑む準備はいいですか？目指すはグランドシードのある滝のてっぺんですよ。あの試練は結構なので、グランドシードだけいただけませんか？適当だな。いくら王子様の頼みでも、掟は変えられませんよ。グランドシードを手に入れられるのは試練を突破したものだけなのです。試練のお役に立てるようにこれを差し上げます。滝の上でお待ちしておりますよ。ドロン！何くれるの？頑張れ、ありがとう！あ、グランドシードだね。あ、グランドシード、ワンダーシードだね、多分ね。オッケー。結局、試練とやらをくぐり抜けて頂上を目指すことになっちゃいましたね。バッジをうまく付け替えて飲み切りましょう。使い替えたくなったら R で私を呼んでくださいね。オッケー。そう、じゃあまず行ってみましょうか。試練のお供に、あ、なんでもやだ。さあ、買っていきましょう。何が売ってるかな？まあ、ワンダーシードは買うとして。え？バッジ売ってないじゃん！なんでなぁ。何があるのかな？うわー、出た！これだ！これとこれと、これか。より取り緑！じゃあ、ポッピンの試練からやっていきましょうか。さあ、ポッピンの試練。これがポッピン？あ、このブロックを押したらジャンプするってことかな？これを押さなかったら、うわぁ、これ、あれ？僕のジャンプに合わせてジャンプしてんじゃない？モノマネだ。だ、ジャンプしてすぐジャンプするみたいなことだ。多分ね。うわぁ、これは結構難しそうだな。ジャンプして上に追いやっていけばいいんだね。多分ね。そしたら下をスムーズに行けるようになると。めっちゃ来るじゃん。どんどん出てくるじゃん。ねえ、真似っこしてる。真似しないで。真似しないでください。さあ、ファイヤー取って。あ、モノマネくんは普通に倒せるんだね。いやー、これはすごい！ゆっくり行った方がいいね、これ。ゆっくり行った方がいいわ。うん、ゆっくり行かないと、これ。で、ここにもモノマネくんがいるんでしょ？オッケー。それで壊してもらうんだ。ぴゃんぴゃーん！ぴゃんぴゃーん！怖いか、反対側に飛んでくるやつもいる。お、上になんかニョキニョキ伸びたよ。何が伸びた？絶対紫コインかと思ったら何もないんだ。これ、こうしてこうだ。そうだよね。こうしてこう。オッケー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 。で、ここ紫コイン取れないんだね。オッケー、これゆっくり行くことがコツだな、多分。ゆっくりだな。これもうこっちは何もなかったんだもんね。ゆっくり、いてー言ったそばから。大ダメージ。こうして、うわー、むずいな、これ。こうだ。で、セーブポイント取って、オッケーオッケー、大きくなって。あと他には、おー、ここからも出てきた。
ほい。危ない。難しい、これ。下からこうだね。危ない！いや、これはちょっと待って、反動できないな。シンプルに難しい。これ待って、これ取っとこう。じゃないと、一発で死んじゃうんで。ここはブロックがあるから救われると。あー、そこにあるね。いやー、確かにタイミングって大事だよな。オッケーオッケー、これで2枚目だから全然大丈夫だね。うわ、この子嫌だな。ずっとついてくる。どうしよう、こうか。オッケー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 よー。そこどうやって乗るんだろう。絶妙に乗れないな。あれ、絶妙に乗れない。なんだこれ。あ、この子にやってもらうんだ。あ、ワンダーシード出てきた。何？どうなる？でかーい！大丈夫か？え？あ、上にやってもらってどんどん破壊していくんだ。うわーって言ってる。これちょっと待って、普通にむずそうだぞ。あそこにあるね。そこにあるからゲットしたい。あぶねー！取れたけど、戻るの難しそう。オッケー。で、次はどこに行けばいいの？下？下はもうないね。こっちだね、だからね。こっち行って、はい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 。これで、おお、なんかブロックが出たね。あ、ここに乗せていくってことだ。危ない。いや、そうだね。心配になるよね。危ない。はいはいはい。これでどんどん上にやっていくんだ。行って行ってー、ドヒャー、ガチドヒャーだよな、これに関しては。うわ、来た、すごすぎー。あ、これでいけるんだ。うわ、危ねー。危ない、危ないけど、なんだかんだ当たらないのがいい設計だね、これね。全然適当っていう感じじゃないから。あ、これは頑張っていかないといけないんだね。よいしょ、 OK、 ベリーナイス。いや、大きかったね、むちゃくちゃ。さあ、ただコインはもう3枚取ったんで、いいんじゃない調子は。もう3枚取ってるよね。オッケー、じゃああとはゴールするだけだね。ただあの子はニョキッと来るんでね、気をつけないといけない。うわ、これどうやって行くの。うわ、これ、え、踏んでいくってこと。そんなむずいことある。この子たちを踏んでいくんじゃない。こうやってジャンプして。こうやってジャンプして。あーた、荒らしちゃった。まあまあいいでしょう。ちょっと一息、届かぬ奥の宝物、やっていきましょう。さあ、なんか後ろにカタツムリさんがいるね。で、確かに届かないわ。あ、ブロックが出てきたよ。ブロックが出てきた、ブロックが、ブロックが。あ、これでなんか上に行くのか。あの、後ろの子たちはなんか、ピンポン、ありがとう。あ、それだけでいいの。あの子たちが超気になるけど、あの子たちは何もないんですか。え？あの後ろのカタツムリさんたちが超気になるけど、あれが関係ないことなんてあんの？持ってくよ、じゃあ。オッケー。じゃあこれだね。これみんなの広場なんで、これはもうオンラインでやりましょう。さあ、これ前回かなり手こずったからね。場所がね、もうわかんないんだね。あ、いらっしゃい、ありがとう。全く場所がわかんないんだね。さあ、ここが取れて、あそこにあるね。これはもう普通に。取れるそうだね。これで取れると、まずは1個目ゲット。え、もう上ない、上っていうかここないじゃん。あ、なんかあるね、ここにもあるんだ。さあ、そして、ここにもある。あ、ここにもある。じゃあこっちで、あ、ここにある。あ、で2個目が出たね。おーい、トラップか。はいはいはい、これでゲット。あ、で、上り坂が出た。今回ちょっと簡単なのかな？簡単な気がするね。まあ、ゆっくりやる、ゆっくりね。冷静にやった方がいいな、これね。
冷静に冷静にここに乗って、で、なんかありますか？出てきたね。あそこにも登るやつが出てきて、この上怪しいよね。あ、上のあれだね、やってくれてるね。で、そこに出たね。よいしょ。あれはどうやって取るんだろう。これでいいのか。 OK。 で、どんどんこれ上に登っていくっていうことなんだね。ここら辺にブロックはないか。上かな？どうやって上に行くかだね。まあでもこれはどっかにブロックがあるってことだろうから、どっかから行くんだろうね。どっかないですか？これバブルの方がいいんじゃない？もはやね。バブルで強引に上に行くってこともできるからね。あ、来た来た。あった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 。あーで、滝があるわ。で、登って、はいはいはい。で、あそこに出たね。これで4つ目だ。4つ目ね。で、あと1個。さあ、また出て。あ、また滝が出た。あ、これだからヒントあげた、あ、でも、ヨッシーの人も来てるね。まあ、ちょこちょこヒントもあげとこうか。だって、僕ももらうわけだからね。これはもうウィンウィンにした方がいいんで。やばい、ここに乗れないか。頑張れ、乗るんだ。ここにどうやって乗るんだ。まあいいや、こうやって乗ろうか。上から乗って、で、ここに、どれだっけ、しゃがんで、こうだったっけ。オッケーオッケー、これを置いといてあげよう。そしたら、あそこから行くんだなって分かるもん。あ、で、そこにあるからそこに行くんだね。ありがとうございます。こうやってヒントをどんどん受け継いでいって、あれどうやって行くんだ、ここからは。次はじゃあ。ここら辺にブロックがあるはず。ん？この上からかな？この上から？あれどこだ？いや、ごめん。これが逆にややこしい。え、なんか出てきた。あ、違うな。これが逆にややこしいことになってるか。あそこのブロックだよね。あそこのブロックまでたどり着くにはどうしたらいいんだろう。あ、ここにあれが出てるね。だからどっかに多分叩くのがあるんだよね。どっかに叩くのがある。その叩くブロックがどこかが一番知りたいね。いやー、さあどこでしょうか。あそこに行ければもうほぼ勝ちなんだけど、どこにあるんでしょうか、そのブロックは一体。これ消したいな。これ消せない？これ絶対邪魔だわ。邪魔になってる、邪魔になってる、絶対邪魔になってる。これこれがあることによって、どこだー。絶対上であることはもう間違いないから、下をもう探すことはしなくていいと思うんだよね。おっと、ここにあるのか。普通にね。あ、だここに置いといてあげよう。ここにさすがに置いといてあげよう。ここのブロックに、こう、これがいい、これがいい。これだったらすげえヒントになるでしょ。あそこにブロックがあるんだなってわかるから。で、あとは、あとのラスト1個がどっかにポイント出てくるんでしょう、多分ね。どこだ、どっから出るんだ。この中のブロックを取るのかな。あ、あったあったあった。このブロックを取って、あ、それでここにブロックを置いてくれてるんだ。なるほど、ピーチの人ありがとうございます。助かりました。 OK、 ベリーナイス。 OK、 じゃあこれ回復を解放しようか。4つでいけるからね。解放させてもろて、オッケーだねー。バッチチャレンジかな？秘伝バッチチャレンジ。しゃがみ大ジャンプだって。しゃがんで力を貯めると、いつもより高くジャンプ。すごい。さあ、行ってみよう。そう、行ってみよう。そう、赤い子は声がのぶといんだよな。ほんとだ。しゃがんでジャンプね。貯めるんだ。かっこいいね。よいしょー。ここも無駄、あれか、紫コインあるんだね。よいしょ、オッケー。しっかり取って、
タイミングね。そこー、オッケー。よし、ありがとう。危ない。そっちね。今すぐ向かいます。よいしょー。あ。まあいいや、このまま通り過ぎてるから。よし、ありがとう。優しいね、みんなね。さあ、で、ここだ。あそこにあるね、もうね。よいしょ。オッケー、キノコありがたい。ラストジャンプだ。こうね。この子踏みつけるっていけばいいんだよね。でもあんまり手前すぎてもダメだから、この辺りで。ラストジャンプ。いけー、オッケー、バーリーナイスー。ということで今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。